国際宇宙ステーションでグローブボックスの準備を行うの口、総一グローブボックスは外気と遮断された状況下で作業が可能となるように内部に手掛けが入れられるよう設計された密閉容器である。ボックスの横にゴム手袋が直結してあるため外気を遮断した作業が可能となる。使用者にも理解できる程度には単純でわかりやすい構造であることが多い。 大別して2種類のボックスが存在している。一つ目は放射性物質や感染性のある細菌類といった危険な物質を扱うためのボックスで、二つ目はアルゴンや窒素といった高純度の不活性ガス下で大気に不安定な物質を取り扱うためのボックスである。ボックス内部との物体のやり取りは真空チャンバーと呼ばれるボックスに隣接した小部屋を通じて行われる。 この種のボックスでは、溶媒蒸気や水分、酸素などを取り除く装置が設置されており、ボックス内部に充填したアルゴンや窒素を循環させることで内部の雰囲気が常に一定に保たれるようになっていることが多い。この装置では内部の酸素を除去するために加熱した銅が用いられることが多い。反応後の銅を加熱して水素、窒素の混合気体を通すと再生できるようになって、 おりこの時発生する水は過剰の水素、窒素の混合器体とともに装置外部へ排出される。水分はモレキュラーシーブに吸着されるようになっている。この種のボックスは有機金属化学の研究者が酸素や水分に弱い化合物を取り扱う時によく用いられる。大気に不安定な化合物を取り扱う方法としてグローブボックスの他には シュレンク管を用いる方法がある。グローブボックス内で有機溶媒を扱うと溶媒蒸気がプラスチックの接合部を溶解させ水や酸素が侵入してきてしまう可能性がある。またグローブボックスといえど手袋のゴムの部分を通じて酸素や水分が侵入してきてしまうことは避けられない。一般的に内圧が大気圧より若干高くなった状態で用いられる。 この場合はボックスに微量な漏れが生じた場合であっても内部のガスが大気に漏れてくるだけであり外気がボックス内部に侵入してくるのを防ぐことができるかつてプルトニウムピットが製造され現在は封鎖されてしまったロッキーフラッツではステンレス構成のグローブボックスを20メートルつなげたものが設置されておりボックス内部にピット製造装置が置かれ製造されていた この時、グローブ部分は、鉛で内張りされてあった。放射性物質を扱うグローブボックスであっても、不活性ガス雰囲気下での作業が行われることがあり、例えば EU 超ウラン元素研究所では、窒素雰囲気下のボックス内にさらにアルゴン雰囲気のボックスが設置されてあった。この時アルゴンのボックスでは、溶融園中での電気化学実験が非常に厳密に、 行えるように環境が整えられていた。また生物研究にもよく用いられており、嫌気性細菌や高バイオセーフティーレベルの病原菌の扱いに用いられている。このような危険物質を取り扱う場合、内圧が外気圧より若干低くなった状態で用いられる。ボックスに漏れが生じた場合、ボックス内部の危険物質を外部に飛散させないためである。 ヘパフィルターも組み込まれており、排気から危険物質が漏れないような構造となっている。ありがとうございます。